ニュージーランドで一番走っている、一番走行距離が長い車をご紹介したいと思います。Hey guys, welcome to my channel. This is Tatsu. どうも皆さんこんにちは、Tatsuです。今回はニュージーランド一のオークションサイト、トレードミーを見ていきたいんですが、まずそのトレードミーを知らない皆様に、トレードミーというサイトは、日本でいうヤフオクみたいなもので、家、車、家具、小さいものから大きいものまで何でも取引されているサイトです。今回はそのトレードミーに乗ってる車たちを見ていきたいんですけども、以前このチャンネルで日本から古い車がいっぱいやってきてるよっていう話をさせてもらったんですけども、果たしてそういう車も含めて、このニュージーランドではどのように、車たちが売られているのか、その状況をちょっと今回はそのサイトを通じて見ていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、ニュージーランドのトレードミーというサイトがあります。こちらの車を、見ていきたいんですけども、約3万2千車以上の車がリストされているということで見ていきたいと思います。そうするとこういうふうにですね、ずらっと結構日本車が多いんですけども、もちろん BM、トヨタとか、いろんなものがあります。まずはですね、一番最初にニュージーランドで売られているこのトレードミーの中で一番高い車を見ていきたいと思います。ここにあるですね、相当ここをですね、一番高いこちらのハイエストプライス、これをクリックしていきたいと思います。果たしてどんな車が出てくるのでしょうか。ダンと、こちらでございます。ロールスロイスファントム出ました。こちらの車なんですが、2021年の、ロールスロイスファントムでございます。ロールスロイス見たこと1回ぐらいしかないんですけども、めちゃくちゃ高級車ですよね。内装はこんな感じで、まさに、高級車でございます。もう完璧に、装備が揃ってて、超高級セレブたちが乗るような、車になっております。そしてですね、このロールスロイスの値段なんですけども、こちらでございます。94,900ドル。こちらはですね、日本円にすると約7300万円します。7300万円です。数字自体は、下がりますけども、もうがぜん高いですね。で調べたところ、日本で売ってるロールスロイス新車で買ったとしてすると約5000万から6000万っていう風に載ってたんで、ニュージーランドに来ることによって約まあ数百万から1000万ぐらい上乗せされてるんじゃないかというふうに思います。でこれを下がって見ていくと、簡単なデータが書いております。1000キロ、そして、5人乗りですよとか、ガソリンで走りますよ、エンジンの大きさはこんなぐらいですよっていうふうに載っております。でこちらにですね、リバーシングカメラ、バックカメラがついてるよって、まあ当たり前だろっていう話なんですけども、いろんなディテールがですね、ここに載って、2021年のファントムであることがわかります。まあ後ろにもですね、いろんなものがついて、本当に高級車だなっていうふうに思いますね。一度はちょっとなんか後ろの席に乗ってみたい、運転もしてみたいですね。ああ、これロールスロイスにはついてるやつですね。ということで、ニュージーランドで一番今高い、トレードミーに乗ってる一番高い車はロールスロイスファントムでございました。ではですね、逆に一番安い車ってどんな車なんでしょうか。ちょっと見たいですよね。それをちょっと見ていきたいと思います。これをローエストプライスの方にですね、合わせていくとザッと出てきますが、こちらはですね、ここにリザーブメットって書いてあって、まあ1ドルって書いてますけど、これはまあいわゆるオークションですね。1ドルからスタートしますよっていう感じの値段でございますんで、多分この1ドルというやつはこれから多分どんどん値段が上がってくると思います。こういうのは省いて、本当に値段がついててもう決まってて、一番安いのを見ていきたいと思います。もう上にあるやつはほとんどオークションに出てる値段でございますけども、出てまいりました。こちらでございます。ホンダのエアーって書いてますけども、ホンダエアウェーブのことだと思います。エスティメイティッドプライス、5ドル出ました。はい、こちらのエアウェーブ、5ドルでございます。どうですか皆さん、走行距離はですね、183,000キロ、まあ20万キロいってないんですね。ニュージーランドではそんなに、珍しくありません。そしてですね、まあ見た目も2005年の車ということで、そこまで古く、感じはしませんね。
こういう風に見ていくと塗装面がだいぶ剥がれてるかなっていう感じで、あ、結構ひどいですね。こういった部分かなり汚れて剥がれています。わー、エンジンルームが汚い。 VTEC って書いてますね。ホンダの VTEC エンジン搭載されております。エンジンルームがかなり汚いですね。これでも洗浄せずに乗せるというところがちょっとニュージーランドっぽいなっていうところはあるんですけども、まあね、中は結構綺麗な感じでね、運転席助手席ともに、すごく清潔感が伝わってきます。普通に使ってれば、まあ、こんな感じなんだろうなと。2005年の車でね、まあ特に装備は、バックカメラとかですね、ついておりませんけども、まあ大丈夫なんじゃないかなっていう見た目は思いますよね。でなぜこれがですね5ドルなのかね、日本円にすると約200-300円でこの車買えちゃうってことなんで、なんでそんな安いのかっていうのはですね、実はさっき見たんですけども書いてないんですね。でこのディスクリプション内容ですね、ここに書いてある値段っていうのはですね、ただ単に表示させてるだけなので、まあターナーズっていうですね、中古車屋さんがあるんですけども、まあ、そこがだいたい1ドルから5ドルで売りに出すと思いますって書いてるんで、5ドルよりも下回る可能性があると。もうめちゃくちゃ安いですよね。もうお菓子感覚で、車が買えちゃうということで、まあ、他のところを見てもですね、こういうところが悪いから、この値段ですっていうのはですね実は書いてないんですよね。まあヒストリーの中にすごい事故を起こしたとか、そういうことがあるかもしれませんということでですね、トレードミーの中にある一番安い車は今のところこのホンダエアウェーブでございました。皆さんいかがでしょうか。日本からももしかしたら買えるかもしれません、言いませんけども、だいぶ汚れておりますね。さて一番高い車と一番安い車を見てきましたけども、続きまして一番古い車、ニュージーランドのトレードミーで売られている一番古い車っていうのはですね、どのぐらい古いのかちょっと見ていきたいと思います。これも簡単に、オールデストビエコー、これをクリックしたいと思います。そうするとドーンと、出てきましたけども、1887年バネッティ、これは多分ね間違いだと思います。その下にある1910年の、これはですね1910年のハップモービルっていう車でございます。ハップモービル、まあ僕ももちろん聞いたことがないです。この車もう明らかに昔の車ですよね。ちゃんとエンジンも積まれておりまして、綺麗な感じで、先ほどのホンダのエアウェーブよりも綺麗な感じがしますけども、ちゃんとこうレストアされたようなイメージがありますね。こちらもう走行距離っていうのは多分もう不明でですね、多分オドメーター、その走行距離を表示する装置ももしかしたらついてないかもしれないですね。コンバーチブルで、2人乗りガソリンで走りますよ。もちろんマニュアルでございます。外観はホワイト、ワンドアって書いてますけど、どっちかにドアがついてるんですかね。4シリンダー、おー、なるほど。でインポーテッド、輸入されたっていうことなんですけども、こちらの値段がですね、ダダンと47,000ドル、約そうですね360万ぐらいです。日本円にすると意外とします。まあ、もちろんプレミアがついてるんでしょうね。これだけ古いとやっぱりこうマニアが欲しがるというか、結構綺麗な状態で整備されてるというか、保管されていたみたいで、まあ、この内容を見ていくと、まあ、いろんなチェックは、アナベイラボーって書いてますけどもできないですね。ちょっとね内容がですね、1910年のハップ、って書いてますけども、これはですね、1970年にクライストチャーチで、一回リストアされてますと、綺麗になってますと、それで、まあ、ちゃんと走るように、元通りになりましたよっていう風に書いてあります。ちゃんと走るけども、一応そのナンバーは、今保留になってると。その車道を走れるナンバーをつけるのに、レジストレーションっていうのがニュージーランドにいるんですけども、一応、まあ、オンホールドで保留になってますよっていうことでございます。なのでですね、これが欲しい方は連絡をすれば、47,000ドル払えばですね1910年のハップモビルが手に入るということです。
興味ある方はぜひ連絡してみてはどうでしょうか。さて、続いてはですね、ニュージーランドで一番走っている、一番走行距離が長い車をご紹介したいと思います。これにですね、ちょっと条件を付けさせていただきますけども、例えばバスとかトラックとか、例えば先ほどみたいなクラシックカーっていうのはですね、もう距離が測れないというか、もうかなりもう100万キロいってんじゃねっていうぐらい車もあるんですけども、まあそれは商用車と、まあ、クラシックはちょっと省かせてもらいます。普段私たちが見るような家庭用の車の中で一番走行距離がいってるのは皆さんどの車だと思いますか？多分みんなが想像してる車、あの車だと思います。それでは見てみましょう。こちらでございます。ございます。ドドンと、こちら。1997年トヨタランドクルーザープラドでございます。やっぱり来ましたね、ランクル、まあ、プラドでございますけども、やはりこの王者ランクルという感じで、まあ、どこまででも走っていけるような、車でございますけども、その走行距離がこちら66万5811キロでございます。これを聞いて、まあ、驚いた方、まあそんな感じでしょうと思った方、まあいると思いますけども、まあランクルであればですね、まあ60万キロ、まあ50万キロ超えてますけども、まだまだ走るんじゃないでしょうか。もちろん整備も繰り返し、ちゃんと直しながらだと思いますけども、こちらの車、ディーゼルでですね、エンジンも 2982cc のエンジンでマニュアルでございます。こちらの車、お値段がですね、$8,500。まあ約日本円にすると70万ちょっとだと思いますけども、このランクルがですね、まあ60万キロ以上走ってる車、日本のサイトでちょっと調べてみたんですけども、ありませんでした。20万キロ、30万キロ走ってる車ありましたけども、でもですね、やっぱりすごいランクル、プラド。値段がつくんですね。日本でも100万円から200万円ついてる車結構ありましたね。10万キロ超えてても、200万以上ついてる車ありました。やっぱり高く売れるっていう車で有名ですから、やっぱすごいな。まあそう考えれば、この66万キロ走ってますけども、8500ニュージーランドドルで買えるということで、こんな感じでですね、車の下からいろいろ撮ってくれています。そして、内装の方もですね、まあ、意外と綺麗に使ってるんじゃないでしょうか。こちらの方にですね、オードメーターの方にちゃんと66万キロというふうに、表記されております。タイヤの溝もちゃんとありますよと。ここのオーナーの人きっちりしますね。エンジンルームもそんなに、汚くなく、多分綺麗にされてるんだと思います。下からですね映して、錆び具合とかも映しておりですね、まあ、かなり、綺麗に使っているなという印象で、おりますね。まあ、後ろの方は結構カスタムしてて、荷台みたいなのが作られております。はい。まあ、外観もだいぶ綺麗な方なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、こちらの内容がですね、1997年の、マニュアルのプラドですよって、66万キロ走ってますけども、もうちょっと伸びる可能性ももちろんありますよというふうに書いております。まあ僕はですね、まあニュージーランドなんで、こういった家庭用の車でももしかしたら100万キロとか、超えてる車、まあワンチャンあるんじゃないかって思ったんですけども、さすがにそれはなかったですね。まあこういった車だと、まあ66万キロ今の現時点では、距離としては最長の車になります。はい、こんな感じでですね、トレードミーでは、まあ、車だけじゃなくて、まあ、家とかアパートとか仕事までも探せちゃうので、もしこの動画が好評だったら、違うものも次以降の動画で、いろいろ紹介できたらなというふうに、思っております。概要欄にも貼ってるので、もし、興味がある方は自分で調べてみるのもいいかもしれません。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。